または貧困の人から寄付をくれてやるわけですよ。いや消費税ゼロにしますよ、奨学金チャラにしますよってできもしないことを言って、まだ金くれてやるわけですよ。令和新選組の山本太郎さんが6月の参議院議員選挙に出ると、はい、それについてですね、なんか NHK 党が山本太郎という同姓同名の方をです、立候補させて対抗するなんて話を聞いてましたけれども、はい、7人の山本太郎を今用意できるということで、どうやったら用意できたんですか。もともと、ね、まあ、山本太郎さんっていうのは全国にちょっと1000人とか1万人とかそれぐらいいるっていうのは知ってたんですよ。小池百合子さんとか松井一郎さんとかね、うん、その辺探すのは大変なんですけど、安倍晋三さんとかいないから。あ、なるほど。ところが実は山本太郎さんが世の中にいっぱいいるってことは僕ももちろん知ってたんですよ。堀江貴文さんもいないですよね。堀江貴文さんいたらぜひ立花隆もぜひ使い勝手があるんで、堀江貴文さん来たらもうもっそりその名前だけでお金稼げますよ。いや俺それがよく分かんなかったんですけど、あれね、一票取ると250と政党助成金みたいな。だから山本太郎を書いたら、はい、NHK 党の山本太郎に例えば選挙区で、はい、東京選挙区とかで山本太郎と書いたら、はい、一票あたり240円とか入ってくるわけです、はい、NHK 党って候補者に全部渡すんですよね。基本的には何割かこっちで取らないと、こっちも儲からない。だから折半するわけ。250円のうちの半分を出すとか、供託金が300万円でこれ等を出すので、はいはい、これを超えた分の何パーセントかを候補者は出すと、政治団体にね、直接渡す問題があるので、はい、今山本太郎さんは多分神奈川選挙区で出ると言われてるんですよ。そんなことは絶対しないと確信してるので、まあ、なぜかっていうと選挙区で当選をすると6年間の参議院議員をやらなきゃいけない。そうです。でも山本太郎さんやりたくないんですよ。そう、比例代表で彼は自分の任期で議席を取って他人にやらせると、自分を党首すると政党助成金が令和新選組に入ってくるから、うん、そこからいくらでもお金使いたい放題なんですよ。なるほどなるほど。領収書を適当につけときゃいいんで、はいはいはい、で山本太郎さんは議員なんてしたくないし、お金をジャブジャブ使いたいんですよ。なるほど。これもうはっきり言いますよ、山本さん。僕それははっきり言っときますからね。それ以外に政党助成金以外に、または貧困の人から寄付くれてやるわけですよ。いや消費税ゼロにしますよ、奨学金チャラにしますよってできもしないことを言って、うん、まだ金くれてやるわけですよ。すごいですね。だから僕は彼のおかしさに気づいてほしいから、山本太郎って出して嫌がらせかもしれないですけど、うん、山本太郎を出すことによって山本太郎が嫌いな人からめっちゃ応援してもらったんです。なるほどね。だから書くためにはもう7人ぐらい用意しないと。だから7割の人に山本太郎が嫌いな人に山本太郎と書いてもらえるっていう。なるほど。もう山本太郎を持って山本太郎制するか、どこを持ってどこを制するって、そのお金がさらに NHK の被害者の救済に待っていくっていうことをちゃんと説明していくわけですよ。もうでも 100% 合法だし、いやそもそも山本太郎っていうのは世の中にいっぱいいるわけですから、決して令和新選組の山本太郎さんの特許でも何でもないので、彼がどれだけ嫌われてるかっていうのを、いわゆる選挙って嫌われてる人にマイナスを入れないじゃないですか。なるほどね。僕は山本太郎さんが嫌われた人は今回は山本太郎と書いてくれって言うと思ってます山本太郎の嫌われチェックってやろうと思ってます。いや相当だからやばいと思います。アンチの票って選挙入れられないですもんね。そうなんですよ。だからアンチの票を数値化するためにあえてその7人の山本太郎を擁立しよう。なるほどね。深いですねはい、ありがとうございます。本当にそういうことだったんだ。彼が僕のやり方をね、真似しましたって正直に言ってくれれば、うん、こんなことしなかったです。僕のやり方そのまま丸パクリしてるのに、うん、いや僕は比例には出ません、選挙区ですとかって、じゃあどこの選挙区で今は言えませんとかって言うから、じゃあこっちは先制パンチでとりあえず、うん、選挙区で取った票は令和の全部の票にはなるんですよ、ね、選挙区で取った票はその令和の政党助成金にはなりますよ。な、選挙区も比例も両方1票250円ですよ。全部研究してるんですよ。すげえ研究成果でございました七里の山本太郎さん、よろしくお願いします。 NHK をぶっ壊す。